疑似体験、中間テストでクラス最高得点を取ったやつの気持ちが味わえる動画。はい、まあ一通り中間テスト開始終わったんだけど、まあ、自分の得点を見たときに、まあ今度からね、特に難しかった問題があるんだけど、分かる？これね、四角8番、まあ、1問8点問題ね。ここが合わせられた人っていうのはすごく少ない。で、まあ今回のね、まあ、簡単に言うけど、まあ、クラスの平均、平均得点は72点で、まあそこそこでみんな取れてると思います。で、クラスの最高ね、最高得点94点。まあここは、すごいね、マジかよ。小田様よく頑張ってくれました。はい、じゃあ、学校のマークをね、回収していこうと思います。後ろから前に集めてください。